ロッシュはアメリカ海軍の護衛駆逐艦、キャノン級護衛駆逐艦の一隻。艦名はミッドウェイ海戦で戦死し、海軍十字章を受賞したパイロットのデビッド・ジョン・ロッシュにちなむ。ロッシュは1943年10月21日にニュージャージー州ポートニューアークのフェデラルシップビルディングドライドック社で1939年3月13日に寄港する。 1944年1月9日に、キャリー・エム・ロッシュ夫人によって、命名、浸水し、1944年2月21日に、ブルックリン海軍交渉で、艦長ロバート・ E ・パーカー中尉の指揮下収益した。バミューダでの公の試み後、1944年4月12日に、ニューヨークに帰還、4月21日に、ノーフォークに到着し、 訓練艦としての任務に就く。ロッシュは5月12日まで訓練任務に従事した後、第63任務軍に配属され、地中海に向かうアグスマイナス42戦団の護衛任務に就く。大戦団は108隻の船と17隻の護衛艦からなり、無事に大西洋南方を横断し地中海へ進んだ。ドイツ空軍の勢力下に入り、戦団は 警戒態勢に入ったが、敵の攻撃に遭遇することなく6月2日に、ビゼルトに到着した。ロッシュは6月29日に、ニューヨークに帰還した。メイン州、カスコ湾で、回復訓練を行った後、ロッシュは7月22日に、ノーフォークを出港し、船団と共に、ビゼルトに向かう。ジブラルタルから栄光されるリバティ船の護衛としてドイツ、潜水艦を回避し、 9月9日に、ブルックリン海軍交渉に帰還すると、オーバーホールに入る。10月14日に、戦団護衛任務で、ニューヨークを出港し、25日に、イギリスのプリマスに到着した。1944年の冬から1945年の春にかけてロッシュは5度の戦団護衛任務に従事した。1945年3月13日、サウサンプトンに向かう。 途中の大西洋上でロッシュは陸軍の輸送艦マクアンドリューとフランス航空母艦ベアルンの衝突事故で海に投げ出された11名を救助した。1945年5月、ロッシュは太平洋艦隊への配属命令を受け6月9日に回復訓練のためグアンタナモ湾に向けて出港した。7月1日にパナマ運河を通過。 サンディエゴで補給を受け、乗員を乗せた後、真珠湾に向かい、同地で、さらなる訓練に従事した。8月8日に、エニュエト艦干に向けて出港し、その途中に、日本の幸福を知る。8月16日に、エニュエト艦干に到着し、18日に、ウルシー干渉に向けて出港した。その後、エニュエト艦干に帰還し、 ウェイク島に向かう新中部隊を乗せた LC-520 と LC-761 を護衛した。帰還後、ロッシュは日本の降伏を確認していない日本軍潜水艦に対する警戒、対戦紹介任務に従事した。9月22日、ロッシュはフローレンス・ナイチンゲールの護衛として東京湾に向かう。突如艦の後部で大爆発が起こり、 再び爆発が続いた。艦は戦闘配置を行ったが、爆発は、浮遊機雷によるものであった。船体後部の鋼材は大きくねじれたものの、修理班による迅速な処置で、付近の防水ハッチはすべて閉じられ、防水を維持するため人為的に下限に傾斜された。爆発により3名が死亡し、多くが負傷した。10名が、フローレンス・ナイチンゲールに異常させられ、 ロッシュは ATR-35 によって、検引された。戦艦ミズーリ艦上で、幸福調印が行われた15日後にロッシュは、東京湾に入り、テラモンに係留された。10月18日にロッシュは、検査が行われ、修理を行うには、費用がかかりすぎると判断された。ロッシュは廃棄処分が決定し、百四十六年三月十一日に、 横須賀沖で海没処分された。ロッシュは1946年6月5日に除籍された。ありがとうございます。